ー腹減ったな。おや、わあ腹減るわこういうの。ちょっとこれでも食うか。うわ、うまっ。おっ、やばい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 。うわ、うまっ。拾うのめんどくせえけど先にこれ食う。タバスコ入れちゃおうかな。よし、見てできた。いただきまっちょ。ほら、僕水。うからじゃねえかよ。じゃあ買いに行ってくるか。今回宇宙のお菓子をたくさん買ってたんですよね。それがこちら。まずこいつ、マシュマロボール。軽い。日本語書いてないからわけわかんない。これめっちゃうまそう。ナポリタンのインスタント麺。え、何これ。あ、これも初めて見るわ。カエルの玉ゼリー。韓国語。なんか辛そうな韓国のチキンソース。次、デブマカロン。あ、でもこれうまっ。え、うまっ。ここまで買った。これね、日本に初登場になって。G トック。で、初めて見た。何これ？ザックロの V トーク。僕と言ったら、こちら。いろんなフルーツのグミ。もう半分食べた韓国のエビセンみてえなやつ。色味がバグってるバーガーグミ。と、ガチーン！で、今日作るのはね、これ。このちっちゃいハンバーガーの、もう100倍じゃん。はい。緊張するから拾ってちゃんと。ゼラチンだけでもう2万円分ぐらい買ってんのよ。本当に岸田総理大臣、ゼラチンの値下げお願いしますということで、まずゼラチン出していく。これが巨大グミバーガーで使うバンズ。あと8セット。次、レタス。巨大レタスゼリー。チーズ。あぶねー。ムミ。巨大バーガーグミ作んのに3日かかったわ、バカ野郎。ソファーに置いちゃってるもん。そしてこの残骸、こちら。ババン。
なんか落ちた。まずこのわけわかんないジュースで乾杯。これお酒じゃないよな。なんじゃこれ。これ多分まだみんなに紹介してない。オレオエッグ見て、ほら卵のケースに卵型のエッグが入ってる。あ違う、卵型のエッグは卵の卵や。卵型のオレオが入ってるのよ。ほら面白いっしょ。これまだ日本に売ってないから海外から取り寄せました。結構買ったね。まだこっちもあるからね。じゃあレッツ計画的に並べる。斜め上から見るとこんな感じ。僕目線。あとあれも買ったんだよ。待って、俺の大好きなやつ。トッチョマカロン。あなたの一日が星よりも輝きますように。眩しすぎて迷惑になっちゃうので大丈夫です。チョコミルクソルティキャラメル。一番カロリーが高いクッキー&クリーム、ベリー&ベリー。説明欄に書いてないやつ、抹茶。やべえ、スポンジバッグどっか行っちゃったよ。あった。仲良くやっとる。もう一個どこ行ったこれ。やった、あった。エピプス。オレオエッグと、もう一個、ちょっと待ってて。そして最後、バーン。でかっ。ちょっとこれやばいな。待って、やばい、これやばい。ちょっとでかすぎて引いてるんだけど。え、あ、全然無理。あ、全然無理。思った以上に無理やったわ。全然無理。じゃあまずこのマカロンから別々で食っていいかな。うわ、なんか液体流れてきた。うん、まえ。クッキー&クリーム。次はどれにしようかしら。こいつ、ジャンボグレープ。うわ、すげえすげえ、なんか一直線。わお、あ、すっぺー、これすっぺー。なんか行くコンビニによってね、置いてあるお菓子全然違うんだよね。これ初めて見た、バナナイチゴなんちゃら。うわ、多分これうまいわ。あー、これ軽くてどんどんいけるわ。あ、どっかあるか。アイススティック、冷たいんかな。ちょっと運動して暑いから冷たいの食いてえな。何これ。うん、全然アイスじゃないっすね。やべえ、甘いもん食いすぎて明日ニキビどころか爆発しそう。もうニキビっていう事件じゃない、もう爆発しそう。でも、あ、これもね、初めて見た。マシュマロボール。マシュマロボールっていう。なんじゃこれ。なんかすごい、ふわふわしてる。あ、思った以上に粉々になっちゃったわ。ん？なんかね、メレンゲクッキーに近いけどなんか違うやつ。そして何より、なんか、消えてなくなる。あれってことは、これも一緒？あれ同じやつかこれ。あ、容器が違うだけ、中身一緒やんこれ。あ、ちょっとさ、これ、めっちゃ楽しみ。このナポリタン、これちょっと作ってくるわ。
まことじゃねえかよ。じゃあトゥさあ、あ、これ火薬やったわ。じゃあできたこのなんかね、安っちいチープな感じがいいのよ。じゃあいただきマッチョ。うん、なんか火薬がジャリジャリ言うけどうまい。抹茶マカロン、めちゃくちゃ紫。で次これね、ずっと食ってみたかったんよ。これ常温で2日放置した10円パン。みんな食ってるっしょこれ。でしょ、実はね、俺あのバレないようにね、ちょっとここ食ってんだよね。うわうまそう、ちょっと変な匂いするけどうまそう。うん、2日放置した味、日本新発売の G-TOC、 初めて見たわ。あ、うまい。そしてなぜか冷たい。常温で放置してたのになぜか冷たい、怖い。で今気づいたんだけど、これさ種類違くね。これ多分違うやつだ。中身はこれと、あれ、あ、重たい。こっ、あ、こっちの方が重たい。左の方から、うん、中身こんなんで、右の方、なるほどね。あ、そういうことやったのか。一緒やねえかい。どっちも中身一緒やねえかい。あ、もう甘すぎてゲロ出そうだから最後のやつ食べよっか。あれ、君たちいたんだ。この子らはね、ちょっとあの保護していただいて、じゃあお待ちかねのメインディッシュこちら。こちら、使用したゼラチン200箱以上、金額5万弱、巨大ハンバーガーグミ、いざ実食。あ、違う、いただきマッチョ。じゃあいただきます。うん、無味で、もしまたねこのゼリーを使って作ってほしいものがあったら、ぜひあのコメント欄に書いてください。こいつらをね溶かしてまた再利用するんで。じゃあコメント、マッチョ。マッチョってなんだ。